ちは、私たちマジカルパンチラインです。秋口ゆなです。磯見さらです。磯ほうこです。笹田直樹です。山本花です。今日は自己紹介をします。自己紹介。はい、以前あの他己紹介をメンバー間でやらせてもらったんですけれども、はい、今回は自己紹介をやっていきたいと思います。あら、はい、改めて。ただあのルールがありまして、ルール、今回は1分以内に自分のことをしっかり皆さんに伝わるような自己紹介をしていただきたいなというふうに思っております。うん、え、自己紹介に1分？そんな喋ることないよね。いやいや、皆さんの前はとても魅力のある女性ですから、ありますよ。どうした怖い怖い怖い、なんだどうしたの、怖いね。じゃあ、 あのそんな吉澤さんからでやってもらいましょう。マジか。あの今回はこちらのカメラで自撮りをしながら自己紹介をしてもらう。でも全部自分でやれってこと。やば、そういうことか。うん、自分でやれってこと。はい、ということで、まあね、いかに自己分析ができてるかっていうのがね、肝になってくると思いますので、しっかりと皆さんに自分のことが伝わるように自己紹介していきたいと思います。それではまず吉澤遥から自己紹介やっていきましょう。準備 OK ですか？はい、私漏れる角度しよう。そうだね。それではいきますよ。よーい、スタート。はい、吉澤遥です。大学2年生、20歳です。なんということでしょう。なんということでしょ。私は衣装デザインを担当して、こちらが新衣装となっております。メンバーカラーは、水色になりました。はい、大好きな水色ということでね。はい、好きな食べ物は冷やし中華。そうですね。やばい。衣装を紹介していきます。はい、スパンコール。衣装紹介。はい、ただいま二重幅の調子が悪くて直し頑張って直してる最中です。うん、あとはあとは、あ、ストレス発散方法は、散歩。炎天下散歩が一番好みです。で、好きな季節は夏。で。そうですね。あ、漏れる角度はこっちです。なので、あの特典会できたらこっちの顔を向かせてください。はい、終了でーす。ちょっと絶望じゃん。いや、あのさ、最初になんでそんな早口で言っちゃったんだろうって思わない？確かにもっとゆっくり喋った。ちょっと緊張しちゃった。ちょっとドキドキしちゃった。うまくいってたのかしら。まあでもさ、最初にしては、ね。まあ。トップバッターにしては。じゃあ、ゆうなちゃん最後にしようよ。あ、OK。ね、じゃあ次誰行く？次玉木行く？じゃあ、じゃあ。でやっぱ話すこと何も考えてない。黄金の玉木。黄金の玉木。はい、それでは次ちょっとね、玉木にチャレンジしてもらいたいんですけど、玉木ってあんまりさ、自分のこと喋ってるイメージないから。確かにない。いけそう？自信のほどは。自信ないからゆっくり話す。あ、そうだね、玉木結構ゆっくりだから。それでは玉木の1分自己紹介、よーい、スタート。はい、こんにちは、大学2年生20歳かな、増田珠希です。新潟県出身で白米が大好きです。嫌いな食べ物はないので何でも食べれます。あ、そうそう、担当から黄色になりました。赤から黄色になりました。あとは何だろう、あ、ボブです。唯一ボブです。あとはあの曲中のセリフとかをよく任されるんですけど、いい、本当はかっこいい曲が好きで、はい、あとなんだろう、あ、ここにほくろがあります。そう、ここにほくろ。私の漏れる角度はこっちです。あと何？終わっちゃう。ダンス、ダンス好き。歌よりダンス。ダンスやばい。花より団子みたいにいい言葉で、なんかことわざみたいなんで、いい言葉で。そろそろちょっとバシッと決めてもらいたいところである。ちょっとやっぱみんな余っちゃってるから。確かに。ちょっと山本さん、おお、やったー。毎朝聞いても、もういいよ、やったるよね。なんかね、ちょっとそこらで一回さ、キュッて締めてほしいよね、やっぱり。確かに。綺麗な自己紹介見たいかな。余ってもないし、任せろ、楽勝だよ。それではそんな自信満々の山本さんに行っていただきたいと思います。それでは山本さん自己紹介、よーい、スタート。どうも、表情筋神改め山本花です。
身の、JK っぽくない高校3年生17歳やらせていただいております。イエーイ。どうしよう、あと40秒もあるんだけど。え、もう終わり。好きな食べ物はそばよりうどんで、野菜が好きなんですけど、キノコは嫌いです。結構お母さんキノコ大好きなんで出してくるんですけど、私はすごく嫌いです。チャームポイントは笑顔とこのエクボと、あとね、みんな気づいてないでしょ、ここにほくろがあるの。結構花ここのほくろ好きなんだけど、誰にも気づいてもらえないので、この動画を見てくれたあなたは私のこのほくろを覚えておいてください。ということで、またぜひ私のライブ見てね、楽しんでください。日本語がしなっちゃった。バイバーイ。結構頑張ったくない？頑張ったよね。あの残り40秒ですのところでどうしたもんかと思ったけど、最後巻き返したね。いや、危ない。美しいです。でもなんかお母さんの評判ちょっとあんま良くなくなっちゃったかも。確かに、嫌いなキノコ出してくるみたいな。お母さんのクレームみたいな話。やべー、お母さん見ないで。あ、でもいい感じに伝わったんだ。あ、よかったよかった。次、そらちゃん行ってみますか。はい、いや、緊張しちゃう。こういうのね、急に言葉でできこなくなっちゃう。私テンパっちゃうからね。うん、それでは、さらちゃんの自己紹介、よーい、スタート。あー、こんにちは、サミソラです。16歳の高校1年生です。高校生です。メンバーカラーはこんな感じの色になりました。じゃらーん。はい、私はなんだろう、もんじゃが好き、あとカレーも好き、カレーの中でもチーズカレーが好きで辛口食べれる人。あとおパンチウサギとクロミちゃんが大好きで、あとスマホケースも大好きで、今日も朝変えてきました。そう、あとはなんだろうな、歌うのが大好きで、ウクレレも弾けます、ギターも弾けます、あといろんな楽器これからも挑戦したいと思ってます。あと、あ、髪の毛が長いです。長い。あと何、あ、なんだろう、あと何、どうしよう、あ、まつげも長いでやらせてもらってます。やらせてもらってる時間がない、はい、これからもよろしくお願いします。終了。何喋ってるのか分かんなくて、ね、しかも最後の10秒になると焦るくない、なんか逆にもう終わっちゃう終わっちゃうっていうので、いやでもなんか途中でなんかカレー食べれる人みたいな、カラビ喋れる人みたいな、よく分かんないようなまあまあでもいい感じじゃないでしょうか、うん、はい、よし、それではよし、まあ、やっぱね、やっぱじゃあ鳥なんで MC とか、うん、曲中とかでもさ、うん、なんか動画を撮影する時とかも全部この尺が、尺芸人ですから、だからこんなもういい1分1秒も1秒もね、もうそんな細かいとこまで全部ピタリやってくれるでしょ。まあまあ任せてください、頑張ってください。ではゆうなちゃんの自己紹介まで、よーい、スタート。はい、マジカルパンチラインのリーダー兼プロデューサー沖口優奈です。25歳です。マジパンの最年長で、このメンバーの中で唯一の初期メンバーです。はい、私は今回メンバーカラーが変わるにあたりまして、初代リーダー佐藤玲奈の色を引き続きまして紫になりました。なんかあの周りからはオバイオレットとか呼ばれてるんですけれども、私は可愛らしい紫を、作り上げていきたいと思っております。あとはニンニクが大好きなのと、あとギターも最近始めたんですけど、最近はあんまりやってませんので頑張りたいと思います。あとはマジパンの MC と煽りを担当しておりますので、皆さんぜひ私たちとゆうなと一緒に楽しもうねー。ちょっと最後怪しかったけど、でも分かる、あのずっと出た言葉が、いやもう何喋ってるのか分かんないずっとさ、ここにさ秒数が出てたから、なんか常にこの時間に追われてる気持ちになって、ね、最初さ気合入りすぎてさ、プロデューサーとかプロデューサーとか気合入りすぎちゃった力みすぎちゃった意外とむずいね、やっぱむずい、人のこと喋る方が得意かも私。確かに、ね、なんかメンバーのタコ、それこそタコ紹介とかの方が楽しいかも。ちょっと自己分析しっかりしながら、日々精進していきたいと思う急になんか思われてはい、ということで、あの今回ね、まあ、このメンバーカラーも、うんうん、
変わりましての動画ということで、改めて自己紹介をさせていただきました。またいろんな他のマジパンの YouTube の動画とか見ていただいて、ぜひマジパンのことより深く知ってもらえたらなと思います。はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。